ウェールズの君主。ウェールズの君主では、イングランド王エドワード一世に征服される、以前のウェールズに存在した、君主、王、プリンスについて説明する。13世紀に、ルウェリン・アップ・グリフィズが、ウェールズのほぼ全域を支配し、ウェールズ大公、プリンス・オブ・ウェールズを称した。この大公家は、エドワード一世によって滅亡したが、冒険から、チューダー朝が出ている。コ・プリンス・オブ・ウェールズとも、 ウェールズの章は4世紀頃にスコットランドから土来した戦士団長キネザを外するとされる。アングロイコールサクソン勢力がブリテン島に攻め寄せた6世紀のウェールズには北部にはマイルグンイコールグイネス、南部にはボテポリクス、中部にはキンラスという名の支配者がいたことが確認されている。アングロイコールサクソンの波はウェールズにも押し寄せ、 633年にはグーイネッツの王、カドワロンが戦死しているが、これは来たるべきイングランドとの対決の前哨戦とも言えよう。その後、ウェールズにはグーイネッツ、ポーイス、ダウェード、ケレディギオン、グラモルガンの小王国が分立したが、このうちグーイネッツのカドワララはアングル首都のアベフラウに王宮建設している。東隣のイングランドでは、 8世紀には、七王国の一つアングル人形のマーシア王国に、オファ、王、在位、757年から796年が、現れて、派を誇り、大陸のフランク王国のシャルル・マーニュと対等に、またあって力を誇示していた。しかし、このオファ王も西のウェールズに手を焼き、ウェールズ・イングランドの境に、オファのボールを作り上げた。9世紀に入ると、 ウェールズ統一に向けての動きが活発することになる。すなわち、825年に即位したメルビン・グリッフは、婚姻政策を通して、勢力を拡大し、その息子で844年に即位したロドリは、ポーイス、サイシスウグを併合し、同時期に押し寄せたバイキングも撃退する通して、後に大王と呼ばれるようになった。しかし、 その死後に六人の息子たちによって王国が分裂したこと。なお、この時に王家は大別して、クイネツ家とボーイス家に分裂し、さらに後者からデハイバーズ家が生まれたにより事態は一致する。これに乗じたバイキングは再び動きを活発化し、再出具を継承したカデルはこれに耐えられずに、アルフレッド大王に庇護を求めたからである。ここに、 ウェールズ君主のイングランドへの服従が始まった、言ってもよい。カデルの息子のハウェルは、婚姻政策により、ダウェドを獲得し、不王の死後には、弟のクリドグッと共に、最終具を統治するが、後に、これを追放して920年頃には両王国を、合わせた、デハイバーズ王国を形した。さらに、いとこでグーイネッツを統治していたイドワル・ボイズが四十二年に、 戦死すると同地を征服し、加えてポーイスも征服し南東部を除く全ウェールズを統一した。他にも自分の名を刻んだ硬貨を発行したり、ウェールズ法という慣習法を制定する通して、全領王という名を与えられた。950年にハウェルが死ぬと王国は再び分裂して、イングランドとの友好も崩壊した。孫のマレリズは986年に再統一するも、 長続きせず、混乱が収束するのは、その外孫であるルエリン・アップ・グリフィズの出現を待たなければならない。1039年に、グーイン・ネッズ・トップ・オーイスの王に即位した、グリフィズは、同年にラディング・ロエスの戦いで、イングランド軍を走って支配権を確立し、1044年までには、再支出数具を征服している。イングランドからの支援を受けたデハイバーズの支配者である、グリフィズ・ア・プラゼルが、 最大の障壁であったが、1055年に彼が死去すると南東部を除くゼンウェールズを再統一することに成功した。その後もイングランド軍の侵略を撃退することに成功し、ゼンウェールズ及び南西イングランドのごく一部の主権を認められたが、1062年にウェセックスク・ハロルドの侵攻に伴い大打撃を受け、翌年には家臣に裏切られて殺された。 1066年に、ノルマンディー公ウィリアムによって、イングランドが征服されると、以後のイングランド国王は、ウェールズ征服を祝願とみなし、軍を進めることになる。当時のウェールズには、クリフィズ、アプルウェリンの孫でグイネーズを統治する、クリフィズ、アプカナントデファイバーズを統治するリースアップテウドルが、権力を二分する形でイングランドの精神を抑えて、いたが、 1 9 9 3年にリースが死去するとイングランドは、これに乗じて一斉に軍を進めた。そして、1110年に即位したヘンリー一世は、ウェールズを己の直轄地とする政策を打ち出ていく。ヘンリー一世即位時のウェールズは、デハイバーズ、ポーイス、グーイネッツの3つに分かれていた。デハイバーズでは、リースの後を継いだ息子のグリフィズの下で王権が、著しく弱体化し、 ポイスの侵略を受け、そのポイスは、アルウィストから、ケルディニオン、メイリオニズムまで勢力を拡大するものの、イングランド及びウイネッツの攻撃を受けて弱体化した。残るウイネッツだが、クリフィズ、アプカナンの下で、東はクルーイド川流域から、南はメイリオニズムまで領土を拡大し、また、イングランドとも友好関係を結ぶなどして、よく統治を保った。 加えて、オーエグ・ウィーネッズの第二は、ヘンリー一世一死去に伴うウェールズへの影響力低下に助けられ、1136年から始まる遠征によって、アングルシー島からディガワ・川口グの北部海岸全体を制することに征服した。当時の詩人は彼をイングランドからの解放者と称えた。一方、一時は弱体化したポイストでハイバーズも、それぞれ、マドック、アップマレディズ、 リース・アップ・グリフィズのもとで勢力を回復した。こうして11世紀後半のウェールズは、グーイ・ネッツ、ポーイス、デハイバーズの3つの広告に分けられた。3広告の中で最初に指導的立場にあったのが、デハイバーズ広告である。リース・アップ・グリフィズは、南西ウェールズの制圧に成功し、国内的にもウェールズ法の再編さんや、首都派修道院に援助を行うなどして、 国内の充実を図った。しかし、リチャード一世失神脳に対して戦いを挑んだのがつまずきの始まりであった。イングランド及びポーイス、グーイネッツの大攻勢を受けて獲得した領土のほとんどを奪われたからである。加えて、リース守護のその息子たちの相続争いで、広告は分裂状態となった。次に指導的立場を握ったのがポーイス広告である。 12世紀頃の同好国は南北に分裂しており、南部のグウェン・ウィン・ウィンは全ウェールズ人のリーダーにならんと、スルもイングランドに阻まれ、息子のグリフィズはイングランドに進んで侵入して、同化の道を歩んだ。北部のマドックア・アップ・グリフィズは生き延びることに必死であった。そして、残るグーイン・ネッズの下で、ウェールズ大公国が成立するのである。1194年に、全、 イネッツを,ーーを1199年には、全北ウェールズ公の称号を帯び、イングランド王ンもこれを認めて、諸子ジョーンを嫁がせている。しかし、ルウェリンが、中部ウェールズに対して支配権を強化すると、ジョンはそれまでの妥協策を捨て、1211年から1212年に、かけて、 グーイネッズに対して軍を進めた。ルウェリンはこの遠征をむしろ後期とみなした。ゼンウェールズ人を団結させる理由を得たからである。これは成功し、ルウェリンはゼンウェールズの最高指揮官の地位に上り詰め、イングランド軍に対して大反撃をかけた。1217年には東南部を除くゼンウェールズを征服するのに成功し、翌年のウースタ条約で ウェールズの支配者と認められた。イングランドはこの条約を無視して1222年に犯行を開始し、その結果ルウェリンは主政に回ることを余儀なくされたが、ゼンウェールズの支配権は終始保持することに成功した。ルウェリンは他にも自らをゼンウェールズの君主やグーイネッツコート称したりもした。これらの功績により、彼は公正がいるウェリンと呼ばれるに至った。 1240年にルエリンが死去すると、着死ディビットと、ショシグリフィズの間で相続をめぐって、ウェールズが二分される。ヘンリー三世はこれに乗じて、大攻勢をかけた。その結果、1246年にディビットは戦死し、翌年のウッドストック条約により、ウェールズはほぼイングランドの支配下に置かれることになったのである。 この屈辱的な状態の中から脱出しようと、試みたのが、グリフィズの息子であるルウェリン・アップ・グリフィズである。彼は1250年に、ポーイス・デファイバーズの領主と、密かに同盟を結んで、1255年には、グーイネッツの支配権を握った。そしてゼンウェールズ人のリーダーとなったルウェリンは1257年から1258年に、かけて、メイリオニズ。 ケレディギオン北部、ビルス、ポーイスを奪回し、国内の対応に追われたヘンリー三世もこれを認めざるを得なかった。1258年頃からル・ウェディンは自らをウェールズ大公を称しているが、ここにウェールズ大公が成立したと言っても良い。加えて、1261年以降は、ポーイスチューブや南東ウェールズに遠征し、メイリオニズム、ブレコン、ーエン等を獲得した。 そして、1267年に結ばれた、モンゴメリ条約により、ウェールズ大公の地位を得た、ウェールズ大公国が成立したのである。しかし、ルウェリンの支配は盤弱なものではなく、特に南東部で、反抗の動きが見られた。1272年に、エドワード一世が即位すると事態はさらに悪化する。 エドワード一世はルエリンが自らに対して進化の礼を取らなかったことを理由に、ウィリアム征服王以来の祝願であった、ゼンウェールズ征服に乗り出したからである。1274年に、ルエリンの弟であるリビドと南ポーイスの領主であった、クリフィズ、アプグウェン・ウィンウィンが、エドワード一世のもとに亡命すると事態は有利に動いた。 かくして、エドワード一世は1277年に15,600人にも及ぶ大軍でウェールズに攻め入り、ルウェリンの方は、エドワード一世の離間策によって力を結集することができずに大敗し、秋に結ばれたアベルコンビ条約で封建過信とされることを余儀なくされたのである。もちろん、ルウェリンは、この冷蔵状態に甘んじているわけにはゆかず。 気を見て独立戦として1282年に拒兵した。しかし、圧倒的な装備の差によって窮地に追い込まれ、同年12月11日にビルス郊外で戦死した。弟のディビットも翌年の6月に捕らえられて処刑された。ここに、ウェールズ大公家は滅亡した。以降、ウェールズ大公の称号は、イングランド王の法廷推定相続人に対して、授けられた。 プリンス・オブ・ウェールズのページを参照。ウェールズ大公の本家は滅亡したが、冒険は生き残った。チューダー朝はその一つである。この家系は、デハイバーズ王家に属するディネファー家出身で、ルウェリン・アップ・ヨルベスの宮廷で家老を務めたエドナベド、バハンを祖とする。バハンは、リース・アップ・グリフィズの娘で、大ルウェリンの大婆である、クウンシアンと結婚した。二人の孫であるローチューダーは、 エドワード一世に取り入ることに成功し、その現存応援チューダーは、ヘンリー五世の未亡人キャサリンと秘密裏に結婚した。そして二人の孫である、ヘンリー七世がバラ戦争を勝ち残り、イングランドの王冠を手に入れた。ヘンリー七世は、自らの王権を正当化するために、アーサー王伝説と絡めつつ、ウェールズ対抗下につながる血筋を最大限に利用した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。